エヴァのいろいろ一問一答。今回は47都道府県の特色がわかる一問一答です。答えと一緒に各県の美味しい食べ物を紹介しているので、そちらもお楽しみください。問題。リンゴの産地として有名な津軽平野がある本州の一番北にある県は？答え、青森県。問題。秋田小町という米の産地で、米で作ったきりたんぽが郷土料理の県は？答え、秋田県。問題。国会議事堂や皇居があり、日本の首都である都道府県は？答え、東京都。問題。会津若松市に鶴ヶ城があり、郷土玩具の赤べこが有名な県は？答え、福島県。問題。日本一長い信濃川がある米どころで、沖合に佐渡島がある県は？答え、新潟県。問題。筑波大学があり、水戸市の納豆が有名で、梅の花が美しい偕楽園がある県は？答え、茨城県。問題。酪農が盛んで、日本一面積が大きい県庁所在地が札幌市の都道府県は？答え、北海道。問題。嬬恋村のキャベツや草津温泉が有名で、富岡製糸場がある県庁所在地が前橋市の県は？答え、群馬県。問題。大山という中国地方では最高峰の山があり、日本海側には砂丘がある日本一人口が少ない県は？答え、鳥取県。問題。近郊農業が盛んで、草加せんべいが有名で、日本一市の数が多い東京のベッドタウンともいえる県は？答え、埼玉県。問題。渥美半島の伝承菊が有名で、トヨタ自動車や名古屋城がある日本の三大大都市圏に入る県は？答え、愛知県。問題。黒潮を流れるカツオの一本釣りが有名で、日本最後の清流と言われる四万十川がある県は？答え、高知県。問題。三陸海岸があり、わんこそばが有名な県庁所在地が盛岡市の県は？答え、岩手県。問題。日本一面積が小さく、讃岐うどんが有名で、県庁所在地が高松市の県は？答え、香川県。問題。京浜工業地帯があり、
海上自衛隊横須賀基地がある県庁所在地が横浜市の県は？答え、神奈川県。問題、ホタルイカの産地であり、昔から薬売りの商売が盛んな北陸地方の県は？答え、富山県。問題、プロ野球のキャンプ地としても利用され、高千穂峡や日南海岸が有名な県は？答え、宮崎県。問題、阪神工業地帯の中心地で、大都市を淀川が流れ、天下の台所とも呼ばれる県は？答え、大阪府。問題、若狭湾には原子力発電所が並び、海岸に東尋坊という岸壁がある北陸地方の県は？答え、福井県。問題、富士山が見えるお茶の産地で、家康が住んだ駿府城もあり、東海工業地域がある県は？答え、静岡県。問題、日本のほぼ中央に位置し、伊勢神宮や鈴鹿サーキットがある県庁所在地が津市の県は？答え、三重県。問題、富士山の眺めが良い河口湖があり、武田信玄が治めていた県庁所在地が甲府市の県は？答え、山梨県。問題、日本アルプスの山々がそびえ、高原野菜の生産が盛んな軽井沢がある県は？答え、長野県。問題、かつて平安京などの都があり、祇園祭りが有名で、世界遺産の神社やお寺が多数ある県は？答え、京都府。問題、那須高原や日光東照宮があり、県庁所在地が宇都宮市の県は？答え、栃木県。問題、合掌造りの集落白川郷があり、長良川で鮎を取る鵜飼が有名な県は？答え、岐阜県。問題、琵琶湖があり、船寿司が有名で、織田信長が安土城を築いた県庁所在地が大津市の県は？答え、滋賀県。問題、姫路城、白鷺城や淡路島を持ち、丹波牛が有名な県庁所在地が神戸市の県は？答え、兵庫県。
問題。能登半島の輪島塗が有名で、前田利家が加賀百万石を治めた県庁所在地が金沢市の県は？答え、石川県。問題。江戸時代に貿易の窓口となった出島があり、キリスト教の教会が多く、雲仙岳がある県は？答え、長崎県。問題。南高梅が有名な日本一の梅の生産地で、高野山の金剛峯寺や熊野古道がある県は？答え、和歌山県。問題。きびだんごが名物で、倉敷市には水島臨海工業地帯があり、瀬戸大橋で四国とつながっている県は？答え、岡山県。問題。豊後水道で釣れる関アジ、関サバが有名で、湯布院や別府などの温泉地がある県は？答え、大分県。問題。牡蠣の養殖が盛んで、日本三景の宮島には厳島神社があり、もみじまんじゅうが有名な県は？答え、広島県。問題。日本三大急流の最上川があり、さくらんぼの収穫量が日本一の県は？答え、山形県。問題。中心都市の水道水を賄うほど地下水が豊富で、巨大なカルデラの阿蘇山がある県は？答え、熊本県。問題。フグ料理の本場で、木造アーチ型の錦帯橋が有名で、本州の最も端に位置する下関市がある県は？答え、山口県。問題。有田焼が有名で、吉野ヶ里遺跡があり、熱気球の世界大会が行われる県は？答え、佐賀県。問題。野菜の収穫が盛んな房総半島を持ち、九十九里浜や成田国際空港がある県は？答え、千葉県。問題。阿波踊りが有名で、鳴門海峡をまたいで兵庫県淡路島とつながっている県は？答え、徳島県。問題。魔除けのシーサーが有名で、かつて琉球王国があった県庁所在地が那覇市の県は？答え、沖縄県。問題。伊予柑収穫量が日本一で、今治タオルが有名な県庁所在地が松山市の県は？
答え、愛媛県。問題。出雲大社や世界遺産の石見銀山がある県庁所在地が松江市の県は？答え、島根県。問題。いちごのあまおうの産地で太宰府があり、博多祇園山笠が有名な県は？答え、福岡県。問題。多くの島が点在する日本三景の松島がある県庁所在地が仙台市の県は？答え、宮城県。問題。金魚の養殖や柿の栽培が盛んで、法隆寺や東大寺や吉野山がある県は？答え、奈良県。問題。火山灰が積もった白洲台地が広がり、桜島や屋久島を持つ、かつて薩摩藩と呼ばれた県は？答え、鹿児島県。お疲れ様でした。今回は47都道府県でした。各県ごとに美味しそうな食べ物がありますね。このチャンネルではあらゆる情報をシンプルに楽しく学べるように一問一答形式で作っています。よければチャンネル登録と高評価で応援いただけると嬉しいです。今回もご視聴ありがとうございました。エヴァのいろいろ一問一答でした。